はい、こんばんは、アイトチャンネルです。2月の21日の夜になりましたね。はい、皆さん、楽しい月曜日過ごしましたかね。今週はね、23日お休みですからね。まあ、ちょっと気持ちが楽になってるかな、なんて思うんですけれども。そうですね、私、日曜日、定期的にね、ちょっと見るようにしているドラマがあって、大河ドラマなんですけど、鎌倉殿の13人っていうね、ドラマ、大河ドラマやってるんですけど、まあ、鎌倉時代のね、成り立つ前のね、源頼朝のお話なんですけれども、まあ、なんで見てるかっていうと、大泉洋がね、源頼朝演じてるからね、結構面白いんじゃないかな、なんて思って見てるんですけど、まあ、結構面白いですね、実際ね。うん。でね、その源頼朝がね、まあ、いろいろね、活躍するんですけど、大体はね、その、運がいいっていう、なんかね、源頼朝がね、やっぱ神様に守られてるっていう設定なんですよ。だからね、いろいろピンチなね、場面がいっぱいあるんだけど、命狙われるシーンとかね、いっぱいあるんですけれども、まあ、幸運に、神様に守られてるから、いろいろね、幸運が続いて、ラッキーなことがいろいろあって、まあ、生き延びるっていう感じの設定なんですよね。やっぱり神様っているんじゃないかな、なんてね、そんなドラマを見て思ったんですけど、まあ、僕もね、神様いるんじゃないかなっていうエピソードが一回あってね、まあ、ちょっとそのエピソードの話しようかなと思うんですけど、あの、武蔵小杉っていうタワーマンションいっぱい建ってるね、今話題の駅があるんですけど、そこにね、昔ちょっと行った時の話なんですけど、乗り換えでね、あそこってめちゃめちゃ混むんですよね、あの駅ってね。まあ、タワーマンションいっぱい建ってるから、それは人がいっぱいいるからね、混むんですけど、ね、電車乗るとね、やっぱりね、めちゃめちゃ混むからぎゅうぎゅう詰めなんですよ、あの駅って。うん。で、そんな中ね、やっぱぎゅーって乗ってて、やっぱ乗れないぐらいのタイミングがあるんですよね。まあ僕は乗れたんですけど、で、ぎゅーって詰めてね、ギリギリまでに乗った時にね、もう奥っていうかね、その乗れるか乗れないか微妙な位置にね、すげえ怒鳴り散らすじじいがいたんですよ。まだまだ乗れんじゃねえかよーとかって言ってね、そんなね、怒鳴り散らすじじいがいたんですけど、もうね、早く詰めろよーとかって言ってね、怒鳴り散らしてるじじいがいたんですけど、まあ、なんとかね、そのじじいもね、なんとか、ギリギリ乗れたんですよ、その入り口付近でね。ギリギリ乗ったんですけど、やっぱりね、そういう、なんかね、やっぱ悪いことっていうか、まあそういうちょっと老害的な、そういう時事にはやっぱりね、そういう天罰が下るんだなと思ったんですけど、何が起こったかっていうとね、やっぱそのね、ギリギリでね、詰めたところでピーコーン、ピーポーンって電車の扉閉まるじゃないですか。そこのタイミングでね、時事のね、かけてたね、顔がね、綺麗にドアにパコッと挟まってね、で、メガネだけが綺麗に挟まったんですよ、ドアと閉まるタイミングで。ピーポーン、ピーポーンってドアが閉まってね、綺麗にメガネだけ挟まってね、こうメガネがね、宙に浮いてる状態、ドアとドアの間に挟まって、それでね、ゆっくりね、そのメガネのフレームが歪んでいくっていうね、ぐやーってゆっくり閉まって歪んでいくところをね、僕見てね。で、しかもね、最後まで扉閉まりきらなくてね。で、メガネがね、ずっと浮いてる状態になってね。で、まっからね、閉まらないもんだからね、ドアが一回開いた時にはもうね、ボロッと落ちてね、隙間にそのメガネが落ちてったっていうね、切ない状態を見てね、じじいが、メガネ落ちちまったよとかつってね、苦い声で出してね、なんか悲しい顔してましたっていうね。やっぱね、神様ってね、そういうね、なんか怒鳴り散らすおじさんにはね、やっぱり罰を与えるんだなっていうね、そういう神様っているんだなっていう感じた、そんなエピソードでした。はい。で、今日はね、何するかというと、ちょっとね、視聴者さんから、コメントいただいてたんで、以前ね、こちらの RG552 なんですけど、こちらのね、アウトプットテストをやった時に、Linux モードだと、本体からしか音出ません、みたいなお話があったんですけど、実はね、設定を変えることによって、本体からじゃなくて、こっちのね、パネルから、外部のね、パネルから音出すことができるということでね、垂れ込み情報がありましたんで、今日はちょっとその話をね、皆さんに情報展開してね、何本かね、ゲーム実際動かしていこうかなといった感じの動画になっております。じゃあね、早速始めていきたいと思います。はい、で、今ね、RG552 をね、パネル、モバイルディスプレイにね、こうやってね、挿して、使ってるんですけど、HDMI から、こっちのね、出力の方に、出力から入力の方に入れてね、こちらの外部の方のディスプレイに、出力してる状態で、実際にね、何かゲーム動かすと、まあ、悪魔城ドラキュラを動かすんですけど、今ね、音がね、よいしょ、
今立ち上げますね、こんな感じで。こっちから音出てるんですよ。こっちから音出ずに、外部のパネルから音出ずにね、本体からしか音が出てないんですよ、今って。だからこれ良くないねっていうお話なんですよね。うん。今こっちから音出てるんですよ、こっちからね。はい。だからこれをね、直すのにどうしたらいいのかっていう話になります。まあこれがね、不具合というかね、こういう症状になってますんで、これじゃあどうしたらいいのかっていう話をね、していきます。はい、またね、Linux のメインメニューに戻りました。で、また引き続きこんな感じで繋がってる状態なんですけど、外部端子でね、HDMI で繋いでる状態です。で、このままだとね、またね、起動しても、こちらのね、本体からしか音出ないんで、どうするかっていうと、設定変えるだけでした。すごい簡単でした。はい。ここですね、システム設定ってところがあります。うん。ここをね、パッと押していくと、ここ、オーディオはね、ビデオ出力がオートになってるんですけどね、ここ、オーディオ出力ってところあるんですよ、実は。ここ、ほら、オーディオ出力ってありますよね。ここがね、今、オートになってるんですよね。だからね、オートでね、その、本体側のスピーカーがね、設定されちゃってるっていう感じなんですよね。これをね、いろいろあるんですけど、オートから、HDMI、ヘッドフォン、カスタムっていうのがあるんですけど、ここ、HDMI、これね、これを設定してあげると。よいしょ。はい。これでね、再起動する感じですね。システムのシャットダウン。これでね、こちらから音出る設定になりますんで。はい。これだけです。これだけで動きますんで、ちょっとね、今何本か動かしていきたいな、なんて思います。はい。こんな感じでね、今再起動かけてね、立ち上げたところなんですけど、セガサターンソフトでね、何かちょっと遊んでみようかなと思います。ちょうどね、クロックワークナイトあるんでね、こちらで動かしてみましょうかね。うん。なんかね、懐かしいですね。セガのね、セガサターンを代表するアクションゲームになる予定だったゲームですね。はい。まあ、ここに今こうやってベゼルがね、このセガサターンベゼルが出てるんですけど、これね、除去したいっていう感じのこともできます。実際はね。はい。こんな感じでペパリューチョの福袋なんですけど、ホットキープラス X ボタンでね、X じゃない、B か、B ボタンですね。ホットキープラス B ボタンでこのメニュー画面出てくるんで、ここのね、まあ、あとはもうレトロアーチと同じです。OSB オーバーレイというところをオフにすると、周りのあれが出てきます。消せますし、で、あと、設定のところのね、ビデオのところのスケーリングってところのアスペクト比ですね。これをいじると16対9にもできます。うん。こんな感じでね、大画面で遊べますんで。で、音はね、やっぱりこっちから出てますね、今回はね。スピーカーからちゃんと。うん。今ね、忘れてましたけどね。これね、福袋はね、上下巻が入ってるっていうね、お得なやつでね、下巻から遊んでみましょうか、今日はね。うん。あんまりペパルーチを取り上げたことないんじゃないかなと思ってるんですけど、こんな感じで。クロックワークナイトのね。うん。4800円だったんです。確か定価がね、上下巻合わせても1万円ぐらいで買えるっていうね、お得な、あ、戻っちゃいましたね。ごめんなさいね。何やってんだろうってね、キャンセルボタンがね、はい、こんな感じでクロックワークナイト、スタートでいきますね。はい、こんな感じでムービーが流れます。ちょっと荒いね。うん。まあ、ほんとね、セガサターン初期のゲームですね。クロックワークナイトは。まあ、ピーチ姫みたいなのが誘われて、誘拐されて、助けに行くぞっていうことで、ペパルーチョのね、この金色の方がペパルーチョですね。まあ、魔界村のキャラにちょっと似てるかななんて思ったりしたんですけど、おもちゃですね。トイストーリーみたいな。で、おもちゃがね、子供部屋をね、冒険するっていうお話です。いいですね、これ。大きな敵も出てきますんでね。うん、ちょっとトイストーリーに似てますね。まあ、こんな感じで CG が。終わりで。まあ、荒い CG でしたね。セガサターンだから、やっぱりね。うん。で、マップ画面が出てくるかな。まあね、なんとかね、セガサターンのね、あ、来ましたね、ここですね。セガサターンの代表的なアクションゲームになる予定だったんですけど、2作で終わるっていうね。やっぱね、このキャラクターにあんまり魅力がないっていうのはあるかもしれないですね。このヒゲロボットヒゲおもちゃうん、実際のアクションゲームになります。はい、こんな感じのね、ビヨーンつってジャンプがね。で、攻撃はソードですね。この、おもちゃの剣。キングダムハーツの剣に似てますね。
走れます一応。こんな感じで。キングダムハーツの剣ですね、本当にね。もう何もね、もうあんまり敵もいないで、こうひたすら走れるっていうね。こんな感じで。いかにもここから、奥から敵出てくるって。この卵なんだろうね、これね。うん、よくわかんないですね、これね。卵を使って攻撃もできるのかな？ビローンって言ってね。あ、やばいやばい。やばいやばい。ちょっと調子に乗りすぎましたね。ここで、うん、こんな感じで。よし。はい、こんな感じでね、いけますね。よし。やばい、落ちちゃった。ちょっとね、雑な、あれになってますけどね。プレイ状況になってますけど。よし。あ、やばい、死んじゃった。ちょっと雑なプレイでね、こんなになっちゃいましたけど。こんな感じでね、普通にもうね、音もね、ちゃんとあの、スピーカーから流れますね、あの、パネルのね。普通に遊べるかなと思います。セガサターンがね、こうやってしっかり小型機で遊べるっていうのが、夢の、夢がね、叶うっていう感じかなと思いますよ。やっぱね、携帯機でセガサターン遊びたいっていうのがね、あ、誰しも、あ、ちょっと待って。あーもう、雑なプレイだね。話しながらだとこんなになっちゃうんですよね。なんとかね、この面クリアしたいんですけどね。そんなに難しいステージじゃないのに。雑すぎて、プレイがね。よいしょ。もうね、ひたすら走っていく感じですね。ビローン。うん。左下にね、この歯車がヒットポイントですね、そういえばね。よし。こんな感じでいけますね、全然。ダッシュジャンプで結構それなりにね、ジャンプするんですよ。よし。これ結構固めですね、この時ね。ここに落ちちゃったら、よし、おぶぶ、あー、危ねえ、危なかった。こっちじゃないんだよね。こっちなんだよね。よし。よし。よし。危ねえ。危ねえ。危ねえ、ちょっと。はい、こんな感じでね、ペパルーチョも遊べますんでね。ちゃんと遊べるかなーといった感じ。何本かね、せっかくなんでこのまんま何本かゲーム遊んでみたいと思います。はい、じゃあ次のゲームなんですけど、プリクラ、プリンセスクララ、大作戦ということで、アトラスのね、シューティングゲームかな？女の子をね、操作する、魔法少女を操作するね、男のロマンの詰まったゲームですね。男のロマンの塊ですね。クララちゃんとね、キララちゃん、あ、グレイっていうね、間になんか大きなぬいぐるみみたいにいるんだけど、どっちがいいかな？クララちゃんかな？うん、クララちゃん、あ、かわいい。これかわいいね、ほんとね。で、助けに行くんですね。この力を。っていう感じでね、シューティングゲームでーす。じゃあ、早速に行きましょうね。なんか、あの、マジックナイトレイアーズみたいな感じになりますよね、気持ちね。うん。魔法の国で大作戦ということでね。はい、こんな感じの。あー、かわいい。斜め見下ろしのね。こんな感じのゲームで。で、こんな感じでね、このハンマーで殴るっていうのね。これがね、あの、ボンバーです。ボムですね。はい、こんな感じで、次々倒していきます。あー、かわいい。魔法の国かわいいですね、これね。癒されますね、これね。サラリーマンのおっさんがやるにはちょうどいい感じかもしれないですね。こうやってね。よし、よい、はい、はい、つってね。あー、かわいい。あー、かわいい、かわいい、かわいい。かわいいぬいぐるみいっぱい取っていくっていうね。よし、こんな感じで。よし、パワーアップしましたね。で、これで殴っちゃったりしてね。ハンターチャンスみたいな。アタックチャンスはある、アタック25ですから。ハンターチャンスよね、ハンマーはね。ヤギウさんのね、後頭部っていう感じですね。オッケー。ヤギウさんの後頭部ってどういうことやねんっていうね。ハンターチャンスっていうだけで。こうやって、うん。モグラ叩きみたいな感じで、こうやって楽しめるのがいいよね。うん。これも楽しい。これ気持ちいいですね。こうやってね、いっぱい宝石集めてね。金だ、金だ、つってね。あ、これかわいいね、このぐらいでね。あ、いいですね。なんか、危機開会に似てるかなって感じしますね。ナムコのね。ナムコだったっけ、危機開会ってね。危機開会ナムコだったっけね。なんて思いながらね。こんな感じで。うん。さすがアトラスのね、斜め見下ろし。ダークセーバーですかね。ダークセーバーに近いかもしれないですね。はい。ほい、ひよこいっぱいですね。卵割ったらひよこいっぱい出てくるみたいな。こんな感じで。あー、これかわいいね。もう魔法の国かわいいね、なんて思いながらね。ライドオン。はい。こんな感じでね、面白いゲームです。ボス戦までとりあえず行けたらいいかな、なんて思ってます。ボス戦かな？早速ね。はい。
雲みたいな気持ち悪い敵と戦いますね。やっぱ女の子と気持ち悪い敵っていうのはテンション上がりますよね。はい、こんな感じで。よし。はい、倒していきましょうね。あー、気持ち悪いの出してますね。よし。はい、はい、はい、はい。少しずつこんなのね。はい、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 つって倒してるね。やっつってね。よし。はい、気持ち悪い。あー、倒しんじゃったね。一人ね。で、ちょっとボムなんか使っちゃったりしてね。これボム使いました。で、待て。ちょっとね、こう、ハンマー振ってるとちょっと軽くパンチがするのがいいですよね。こうやってハンマー振ってるとちょっと軽くパンチがするのが可愛い。よし。倒しましたかね。はい、こんな感じで。あー、可愛いね、これね。はい、こんな感じのね、可愛いシューティングゲームになります。いいですね。音楽もね、バッチリですね。うん、まず次のチョコも。一応ちょっとね、チラッと次のステージも見ておきましょうかね。まあ同じ感じですね。はい。まあステージがちょっとね、広くなった感じで。まあちょっとこのハンマー最強じゃねえかっていう相手。まあ二面が若干ちょっと難しくなってくるかなと。いった感じですね。あ、かわいい。あ、ふにゃーっつってね。ああ、かわいいね、これ。もう、これもう仕事、ね、疲れたサラリーマンがね、癒されるためのゲームかもしれないですね、これ。ああ、これかわいいわ。何せこのハンマー振ってるけど、ちょっと軽くパンチがするのがね、やっぱりね、男のロマンですよね。ね、かわいいね。はい、はい。もうね、永遠にやれますね、これね。よし、よし。で、魔法なんか使っちゃったりしてね、ボンバーなんかじゃ。ああ、今度ハートのね、ボンバーが出ましたけどね。はい、こんな感じ。あ、これ気持ちいいですね、これね。あ、倒れちゃいましたね。はい、こんな感じでね、結構面白いゲームですんでね。音もね、しっかり、パネルからね、液晶パネルから出てますんでね。いいかななんて思います。次のゲーム行きたいと思います。はい、じゃあ続きまして、スカイターゲットですね。アーケードでおなじみの、飛行機のね、なんでアフターバーナーに近いゲームですかね。ちょっと待ってね。今、HDMI がね、はい、来ましたね。ちょっとね、動かしたら HDMI の出力が切れちゃいました。はい、こんな感じでね、動きます。あ、もう一回行きましょうかね。ちょっと重たいかな、このゲームはね。あ、大丈夫ですね。いろいろな飛行機がありますけど、やっぱりね、セガサタンなんで、この粗めのポリゴン、うん、粗削りポリゴンがね、いいですよね。あ、これ行きましょうかね、普通に。F14。うん。こんな感じで。あ、いいですね。こっからね、羽ばたくところからですね。エースコンバットをパクったようなね。エースコンバットでもないんで、やっぱアフターバーナーなんですよね、このゲームってね。だと思いますよ、やっぱり。迫力のあるロックオン戦闘シーンみたいな感じですよね。はい、来ましたね。うん、機関砲とミサイルですね、これね。ファイヤーって。こんな感じで。ああ、気持ちいいですね。こんな感じで。ミサイルをね、何回も打ち込んで、ファイヤーしていく感じですね。ロックオンして、うん。おお、いいですね。で、このね、やっぱこのやっぱ軍艦を落とすっていう、このやっぱ、この、うん、船を落とすのが気持ちいいですね、こうやってね。沈めるっていうところ。次々ファイヤー行ってくれますからね。大仁田敦しかっていうぐらいファイヤー行ってきますね。大仁田敦しかよっていうね。よし。ファイヤーだらけですよね、ほんと。でもね、気持ちいいです、やっぱりね。さらっとね、ストレスアンサーにはちょうどいいゲームかもしれないです。ここでロックオンしながら。よし。なかなか当たんない。あ、でかいのが出てきましたね。ファイヤーできないですね。はい、来ました。よし、沈めましたね。こういうとこ気持ちいいですよね。おーおーおー、迫力がすげえ。よし。いいですね。もうめちゃめちゃ快適に動いてます。ちょっとね、ここ欠けてますね、今ね、ここね。端っこ欠けてますね、左端が。まあこれもね、ちょっとね、可愛いポイントとして。ボス戦ですか？よし。これ、ね、ボス戦ですよ。いいですね。この大迫力な巨大ボス。当時としてはね、結構ね、このゲーム好きだったんですけどね。やっぱちょっと荒さが目立ちますね。荒さがいいですね。セガサタンならではのこの荒いポリゴン。
よし。いいですね。めちゃめちゃでかいですね。敵がね。よし。これアンケートだと超グラフィック綺麗だったんですけどね。やっぱ、家庭用でセガサタンってやったらやっぱ限界があるっていうね。無理やり移植したって感じがいいですよね。あ、いいですね。よし。こんな感じでいろいろミサイルを落としていくんですけど、ファイヤーしてますね。もうちょっとで倒すかな？倒せましたね。はい、ボス戦でした。こんな感じでね、うん、落ちましたね。いいですね。エネミーデストロイズ。あーっつって、ね、これ気持ちいいよね。78% ということで。100% 目指してね、何度もトライしたくなるゲームかな、なんて思います。これがね、結構快適に動くのでかいかな、なんて思いますけどね。このゲーム結構好きな人多いんじゃないですか？僕だけですかね。いいですね。なかなかいい腕前だ、なんつって、ね、なんか気持ち悪いキャラクターですけどね。宇宙人みたいなキャラクターに言われてますけどね。はい、このまた来ましたね。ステージ2ですね。あ、いいね。気持ちいいね。結構ね、スーパーコンソール X で昔ね、これ動かしたんですよ。結構重たくて、やっぱね、スーパーコンソール X もね、やっぱ、限界があってね、手が立たんでね。スーパーコンソール X Max かなんかで動かしたと思うんですよ、これ確か。確かね。結構限界、重たいんだな、このゲーム、なんて思ったんですけど。もう今じゃこれ、ね、普通に動きますんで、好きな人はね、ぜひ遊んでほしいな、なんて思いますけど。よし。面白いね。もうミサイルが。マクロスかっていうぐらいね、ミサイルいっぱい撃てるんですよ。あ、ステルスキーが来ましたね。この、A みたいなね。あ、いいですね、これ。おぉ、気持ちいい。いいし、いいし、いいし。これもまたね、プロジェクターでやりたいですね。今度ちょっとプロジェクターでやろうかな、これ。これ飛行機ゲームプロジェクターでやってやっぱいいですね。多分ね、これちょっと今度やってみますね。エースコンバットとかもいいかもしれないね。これ気持ちいいな。よし、スターフォックスとかも良さそうですよね。一応ね、機関銃も撃てるんですけど、あんまり使わないですね、機関銃はね。よし。よし。わー、40%。やばいですね。もう迫力がすごいですね。アフターバーナーにやっぱ近いかな、やっぱりね。よしよし。よしよし。うわー、ロックオンが難しいな。大きいボス出ますかね。もう一戦ぐらい行きたいね、ボス戦ね。あ、来ましたね。タルワール。全翼型式重爆撃機。すごいですね。ブーメランみたいな形してますね。あー、これもね、ボス戦ですね。ファイヤーで、ちょっと、端っこのね、砲台をちょっとファイヤーしておきますね。ああ、ダメージ。ああ、もうあと 20% で沈んでしまう。ファイヤー。ボス戦は楽しいですね。でかいからボス戦が楽しいです。ああ、めちゃめちゃ銃口開きましたね、ここ。ああ。いいですね。デンジャーなんですけどね。ああ、面白い。ああ、倒れちゃいましたね。はい。こんな感じでございますね。はい、フリーズしました。フリーズしてそのままコンティニュー画面になりましたね。なかなか面白い演出で、ちょっとね、一瞬ドキッとしましたけどね。はい、こんな感じでね、ステージがね、結構こう、たくさんあるみたいです。分岐もするみたいですね。ぜひね、楽しんでみてはいかがかなと思います。はい、本日最後にしますね。デイトナ USA ですね。ちょっと音量のところをマックスにしてますけど、今ね。はい。これでちょっと行ってみますね。はい。アーケードモードでいきますね。サーキットエディションの方なんで、2作目ですね、デイトナ USA の。だいぶね、走りやすくなったっていう感じがします。はい。で、ちょっとね、MAX ってやつ、グリップとね、アクセレーションのいいやつで、ちょっと走っていこうかなと思います。ジェントルメンスタートウィアエンジンですね。はい。はい。まあ、今回もね、しっかりね、遊べるかなといった感じですね。あ、いいですね。ちょっと荒めのポリゴン。いきますね。ドリームキャスト版のデイトナの方がグラフィック綺麗なんですけど、
走りにくいんですよね、あれね。すごい滑るっていうか。うん。車の鼓動がね、明らかにね、セガサターン版とドリームキャスト版違うんですよ。でね、セガサターン版結構走りやすいっていう感じですね。うん。なんかじゃあ、スイ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 っていけるんですけど、ドリームキャスト版がやたらスリップするんですよね。リアルになったっていうかね、逆に走りにくいかなといった感じですね。これは走りやすいです、すごい。うん。スイ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 。ああ、ぶつけてますけどね。ちょっとリッチレーサーにちょっと近い感じはあるかなと思いますけど、リッチレーターとちょっと違うかな。うん。まあでもね、走りやすいです。セガサターン版のデイトナはね、しっかり速度落としていけば走れるかなと思いますけど。ちょっとやっぱね、グラフィックがね、荒いんだよね。セガサターン版はね、めっちゃドリフトしてる。13位ですね、まあ。まあ、結構グラフィックはね、そこそこ頑張ってるかなと、セガサターンにしたね。結構当時ハマりましたね、デイトナは。まあ、あえてね、裏に歌流れてない曲使ってますけどね。まあ、ノリがいいっちゃノリがいいですね。よし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 。いい感じですよ。あ、ここさっきもぶつけたね。うん、まあ走りやすいですよ、ここ。わあ、ここちょっとそこそこ速度落とさないとね。よし。で、ここがね、ここのコーナーが一番速度落とさなきゃいけないんですよ、ここ。よし。ダメだ、落としすぎたね。9位。まあ走りやすいですね、このセガサターンデイトナは。サーキットエディション一番走りやすいわ。ねえ。よし。面白いね。このチャッチーポリゴンがいいよね。当時としてはね、これがね、綺麗だったんですよ。ね、これでもね。でもコースのね、作りがすごく秀逸だなって思いますけど。よし。走りやすいね。おー、ここまたちょっと速度落としてね。しっかり落としていかないと。で、ラインを決めて、ここもしっかり落としていくね。よし。うん、いい感じですね。今5位。ちゃんとね、レースしてる感じがね、ここも近い、あー、スピンしちゃった。あー、ね、ここのコーナーが一番難しいですね。よし。いいですね。ファイナルラップはなんとかね、今まで途中でね、終わることが多かったんですけど、ファイナルラップまで走り切れますね。このセガサターン版だと。これに慣れちゃうと、ほんとドリームキャスト版走りにくいからもう。裏技でね、馬に乗れたりね、するんですよね、確かね。よし。車がね、新しい、いろんな車がね、出てきてね。よし。風力発電がね、裏で動いてますね、これ。景色を見ながら。おー。6位ですね。ここ、最後はね、しっかり走りたい。よし。曲がりきりましたね、最後はね。うまく曲がりましたけど。はい、ちゃんとゴールできました、今回はね。はい、遅いですけどね。もう、車べっこべこですね。トミカみたいになってますけどね。安いトミカみたいになってますけどね。はい。そんな感じでございます。いいですね、面白いですね。はい、ということで、本日はね、こちらの RG552 を使って、Linux モードでね、セガサターンを動かしてみました。で、セガサターンもね、今まで、外部、パネルだと音出ないって話だったんですけど、設定変えてね、ちゃんと音出るようにして、こちらの液晶パネルから、音出しながら遊んでみたんですけれども、まあ、しっかり音出ましたね。いかがだったでしょうかね。このね、RG552 がね、一番セガサターンとの相性がいいんですよ。他でも動かないソフトがね、Linux モードでね、動いたりするんで、まあ、このセガサターンがね、セガサターン動かすんだったら RG552 がベストかなぁなんて思っております。いかがだったでしょうかっていう感じですね。で、今日動かしたのがペパルーチョの福袋。で、まあ、下巻の方を動かしたんですけど、あとプリクラですね。あとは、スカイターゲットにデイトナ USA、サキットエディションと
いった感じで、まあ、セガサターンを代表する面白いソフトですね。動かしてみましたけれども、いかがですかね。どれもちゃんと動いたかななんて思うんですけど、まあ、スカイターゲット若干ちょっとね、フリーズした部分がありましたけどね。あれ、フリーズしたのかなと思ったら、ちゃんとゲームオーバー画面に切り替わったんでね、一瞬ドキッとしましたけどね。はい。ちゃんと動いたかなと。一応遊べるレベルかなと思います。ぜひね、皆さんも RG55 に、セガサターン遊びたいなっていう人はね、RG55 に、ご購入検討してみてはいかがかなと思います。すごくね、使いやすいです。RG55 にはね、いろいろ、遊べるかなと。Android モードでも遊べますんでね、ぜひ、検討してみてください。で、こちらのね、RG552 なんですけれども、バングッドさんで購入することができます。概要欄にね、番組の概要、このね、動画の概要欄にリンクと、割引クーポンをつけときますんで、興味のある方ぜひご購入検討してみてはいかがかなと思います。25,000円ぐらいかな、ちょっとね、値段はするんですけど、まあ、それぐらいの価値のあるものだと僕は思ってます。ぜひね、ご購入検討してみてください。ちゃんとね、外部出力も出ますんでね、遊べるなといった感じです。はい、ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思いますが、今日の動画ね、役に立ったって方いましたら、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。あと今後もね、また引き続きリクエストいっぱいいただいてますんで、じゅんぐり、対応していきたいなと思っておりますんで、チャンネル登録していただけるとね、励みになりますんで、よろしくお願いします。伊藤チャンネルもね、なんと1年経ちました。はい。最初の動画公開からね、1年経ちまして、だいぶ当初のね、感じよりもね、明るくなってきてますんで、ね、はい。今後ともよろしくお願いします。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。